山城与土藩の第二代藩主、伊勢亀山藩、石川屋五代万治2年7月30日、山城与土藩石川家初代藩主、石川の之,之の次男として誕生した。遠方元年12月22日、元服し、元禄元年4月、中奥五章となり、元禄4年2月、佐山藩主、北条七の娘を正室として迎えた。 元禄六年十二月十八日十五位した、越前守に助任した。長兄で着手であった、正野、その長男であった勝幸とも創生し、勝幸の子、総喜びが幼少であったことから、法営二年二月二十八日死死となり、主伝主に改められた。合わせて、総喜びを吉高の養子とした。法営三年二月二十五日、父の隠居により、家徳を継いだ。 法永五年3月8日、法永の大化により、戦闘御所が炎上したことから、被災後の処理、御所護衛を仰せつかる。また、同6年1月15日官営寺で行われた五大将軍、徳川綱吉の葬儀に際し、中宮の主教王役を命じられたかが、大正寺神殿藩主、前田利政が、大一号主教王役であった山和柳本藩主、小田修親を、 同年2月16日に、関栄寺吉祥院宿坊で視察した。事件後、豊島は、淀藩、石川義孝預かりとなり、2月18日下屋、大名工事の淀藩石川家上屋敷で切腹した。法永7年9月2日、52歳で死去し、養子氏の総喜びが家徳を継いだ。ありがとうございます。